エウヘニオ・マリアデオストス空港は、プエルトリコの海岸都市マヤグエスから4マイル北に位置している空港。この空港は、マヤグエス出身の著名人エウヘニオ・マリアデオストスに、ちなんで名付けられている。この空港には、少数の国内路線が民間航空によって運行されているが、これには、不可欠路線運行サービス計画に基づいて、公的支援がなされている。 かつて、エウヘニオ・マリアデオストス空港は、プエルトリコ西部地域への主要な入り口であったが、アグアディアに、ラファエル・エルナンデス空港ができてからはその地位を、奪われた。1970年代から1980年代初めに、かけて、この空港には、プエルトリコの航空会社である、プリンウェアが、多数の国内線の便を就航させていた。 しかし、1984年にプリンウェアが破綻した後、この空港に再び商業路線が開かれるまで3年がかかった。アメリカンイーグル航空は1987年にルイス・ムニョス・マリン国際空港からの路線を開設し、イースタン航空はライバルのアメリカン航空参加の地方路線会社に遅れを取るいと自社系列の地方路線会社イースタンメトロ、エクスプレスに 同じ路線を運行させた。この空港はターボプロップ機用の空港であったが2002年にはパンアメリカン航空がマヤグエスからドミニカ共和国サントドミンゴのラスアメリカスコクサイ空港へのボーイング727を使用したジェット機による便を運行すると発表した。この計画は結局実現しなかったが2003年にはフィナヤが サントドミンゴ行きの路線を運行し始め、空港は国際空港という地位を得た。その後、フィナヤは破綻した。2004年11月8日、アメリカンイーグル航空は運輸省に対し営業実績の不振を理由として、マヤグエスへ乗り入れる路線を2005年2月5日をもって廃止することを予告する90日前の通告を行った。マヤグエスの空港への路線は、 不可欠路線運行サービスの対象となっており DOT の指示により新たに選定された航空会社であるケープエアーが運行を開始するまでアメリカンイーグル航空の便が維持されることとなったアメリカンイーグル航空は2006年4月30日をもって就航をやめたエウヘニオ・マリアデオストス空港で撮影されたケープエアーのセスナ4 0に エウヘニオ・マリアデオストス空港は敷地面積172エーカー、海抜標高28フィートである。アスファルト舗装された旧27滑走路は 1523X30 メートルである。空港の北14.7七海里の位置にはボリン県ン VORTAC が設けられている。マヤグ SVORDME は空港内に置かれている。この空港では様々な 悲惨な事故などの出来事が起こってきた。ありがとうございます。